Hey, Chubo, what's my channel? 皆さん、こんにちは。柳瀬アビーです。大変お待たせしました。いや、ちょっとね、時間がいろいろあって、ちょっと経っちゃったんですけど、はい、フルメカニクスのカラミティ、ついに完成したので、そちらの方お披露目していきたいと思います。それでは、やっていきましょう。うわ、虫！はい、まずは、この肩アーマーのパーツなんですけど、裏打ちの模様だけは彫られてるが肉抜き状態なので裏打ちを自作して埋めたいと思います。まずセロテープを貼ってマジックで形をなぞっていきます。そしたら1ミリのプラ板を用意してそこになぞったセロテープを貼ってニッパーでその形に切ります。そうしたらプラバーパーツに合わせて接着させます。流し込みセメントを使うのは少し干渉してプラバーが浮いていたので溶かして強引に合わせるためです。そしたら隙間を接着剤で埋めていきます。エポキシパテで埋めてもいいんですけど、ここからパネルラインも彫るのでプラバーの方が今の自分にはやりやすいんですよね。ここはやりやすい方でやればいいと思います。でもエポキシパテの加工も慣れた方がいいよなぁとは思っている。そしたらある程度綺麗になるまでやすっていきます。次は 0.3 ミリのプラ板を接着剤をちょん付けして貼り合わせてパーツの形に切っていきます。そしたら鉛筆で外枠を描いていきます。もともと内側に彫られた模様と同じデザインを描いてるだけなので、何も考えてません。そしてね、結構幅とかも適当です。デザインナイフで切り抜いていくんですけど、その動画がねちょっと破損しちゃって使えなくなっちゃったんでちょっと動画飛びます。デザインナイフで切り抜いたらここにパネルラインを描いてガイドテープを貼ってタガネで彫っていきます。ちなみにタガネのサイズは 0.3 ミリです。ちょっと白飛びして分かりづらいんですけど、塗装してどうなるか後で見ていきたいと思います。こんな感じで今回は必要なとこだけ手を入れて塗り分け重視で作業していく感じにしていきます。なんですが、本当はね足回りの作業とかいろいろ撮影してたんですけど、何をどうしてたか動画をごそっと紛失してしまいました。バカ、ほんとバカ。どこを探してもね、もう見つかんないんですよ。なので今回は少し短い完成動画になると思います。なので、塗装の作業まで一気に飛びます。こんな感じでマスキングしたんですけど、これは全体のマスキング作業の4分の1です。マスキングの量が今まででね、一番大変だったかもしれない。このシールドの裏側迷ったんですけど、せっかくかっこいいデザインだったので塗り分けしてみました。ここの作業が一番大変だったと思う。
カラーリング塗装が終わったら、今度は水転写デカールを貼っていきます。貼り終わったらツヤリクリアーでコーティングの意味で拭いていきます。クリアーコーティングが終わったら次は墨入れなんですけど、今回はこちらの水性塗料で墨入れしていきます。塗料に水性溶剤8の割合で混ぜて、そこに10-30%ぐらいのキッチンマジックリンを入れるそうです。使い切った流し込みセメントの容器をきれいにシンナーで洗った瓶に配合したものを入れていきます。細筆がついているから使いやすいかなと思って。墨が乾いたら水に1割ぐらいマジックリンを入れたものを用意して、これで拭き取り作業をしていきます。水性墨入れ初めてしたんですけど、むちゃくちゃいいです。エナメルより拭き取りやすいし、もう仕上がりがね綺麗、しかもプラのダメージもゼロ。これからの墨入れに採用ですね。実は最初拭き取りに水性溶剤を使ってしまって、塗装が溶けてしまってやり直しになったパーツ何個かあるんですよね。エナメルの場合と一緒だと思い込んでしまった結果です。まあ、これも勉強。まあ、なんだかんだありの全ての塗装作業が終わりました。これから組んでいきたいと思いますと思って組んでたら、なんとねパーツ一つ紛失していることがね発覚しちゃいました。パーツ注文って郵便局で定額小為替、言いづれなを買って封筒に注文書と入れて送るんですけど、これがねかなり面倒で手間なんですよ。でも今はネットで注文できるみたいなんで早速やってみました。在庫がないものもあるみたいなんですけど、運よくカラミティは在庫ありました。送料がかなり割高で、パーツ代金が60円、送料が600円。でもまあ手間を考えたら断然こっちなんですよね。1週間後、はい、届きました。ちなみにこれはね目の部分です。これを塗装して早速完成させたいと思います。じゃじゃーん、はい、完成したパーツを並べてみました。肩アーマーの裏打ちはこんな感じになっています。まあそれっぽく見えるんじゃないかな、どうでしょう。それでは完成動画ご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。フルメカニクスのカラミティを製作して分かったことは、ディティールが多い分パーツ分割が少ないせいで塗り分け作業が大変だったってことです。ただディティールが多い部分とさっぱりして部分の差がね大きいので、バランスを取るためにパネルラインを少しだけ増やして塗り分けしてみました。すべての丸モールドにはステンレスシールを貼っています。気になった方は概要欄に Amazon のリンク貼っておくので、よかったらチェックしてみてください。足のパーツ、素組みと比べるとこんな感じです。足首のこれは角モールド2、ここは
同じくコトブキヤの丸モールドを使用してます。こちらは2、300円で Amazon で買えます。コトブキヤは極端な値段高騰が起きてないんですよね。スカート裏は肉抜き穴をプラ板で塞いだんですけど、結構手を抜きました。まああんまり見えないところなんでこんなもんでいいでしょう。ここの肉抜き穴はシリンダーパーツを入れてごまかしています。はい、というわけで今回はフルメカニクスのカラミティガンダムの完成動画でした。で本当はねナイチンゲール作ってたんですけど飽きちゃって、実は排入ガンダム作っちゃっています。というわけで多分次回は RG 排入ガンダムやっていくんじゃないかなと思います。というわけで本日動画はここまでにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それではSee you next time。バイ。はい、というわけで本日のカード打数やっていきたいと思います。もう今日こそは強いの出したい。ちょっとね人間率高いからそろそろね、強いっていうかガンダム、ガンダム系出したいですね。こんだけいっぱい入っててガンダムが1枚も出てないのはちょっと運がなすぎるんで、そろそろいいやつ出したいと思います。では20円をでいって参ります。私のターン、ドロー。かわいい、めっちゃかわいいんだけど。じゃじゃん、ドラゴンベビー父上。 MP マイナス10、データ不明。マジで、マイナス10って何、しょぼいじゃん。いやでも超かわいいんだけど、もうドラゴンベビーだって。あれかな、サタンガンダムの子供かな、父上って言ってるぐらいだから。え、超可愛いんだけど。これさ、ちょっと見て思ったんですけど、このカードダスのこのフォルムの SD ガンダムって売ってないよね。BB 戦士でナイトガンダム出てるけどさ、こう、なんていうの？かっこよすぎる。わかるかな？なんかリファインされすぎてて、ちょっと、私的にかっこよすぎる気がするの。だからこのまんまの、この、なんていう、ぼてっとしてかわいい感じのやつが出たら、売れると思うんですよ。あとはこのなんていうの、背景、このジオラマも別売りで売ってたら売れる気がするんですよ。超かわいくない？こう、前の方に置いてこれを作るみたいな。あと、ここの、なんか手前のさ、このデザイン、このカードダスっぽいデザインのやつも売って、まあ、それぞれこの MP とかも変えられてっていうのをやったら、売れる気がするんですよ。じゃあちょっと能力、裏の方も見ていきたいと思います。HP 不明、強さ不明、防御不明、素早さ不明、属性サポートカス。何のために生まれて何のために喜ぶ。お助け必殺はバトル中に敵にダメージを与えることができる必殺技だ。おお、これは役に立つね。今までで多分一番敵に直接ダメージが与えられるんですよ。なるほどね。パートナーとして戦うにはすごく強いんじゃないかな。あ、やっぱそうだ。コンボ。コンボがやっぱね、サタンガンダムでした。やっぱ親子だったんですね。なるほどね。お父様が頑張ってる、このちょっと後ろの方で息子っちがサポートするっていうカードなのかしらね。いや、めちゃくちゃ可愛い。いや、もうしょぼいけど、可愛いです。彼の将来期待しています。というわけで、本日のカード出すはドラゴンベビーでした。